造草って肥料の方だったのね。やっぱりこう考えるとね、種の入る量、これがおかしいっていうところですよね。これ600しか入んないんだよ。はい、ちょうどねフィニッシュドワークって出てますね。終わったってことですけど、枕地2周、はい、お願いします。あれ、ひまわりなってるよね。違うじゃねえかよ、トウモロコシじゃねえかよひまわりですよ、ひまわり。この一部分だけね、要はあのトウモロコシ基準の窒素を入れちゃったから高くなったんだな。ちょっと待った、一回止めよう。上書きできなかったから耕し直しましょう。まあついでにね、このやり残したやつも、はい、これでねとりあえずリセット完了ですね。はい、じゃあ次の畑行ってもらいましょうね。はい、じゃあこっちねお願いしようね。はい、お願いします。はい、一部ねとりあえず肥料過多になっちゃったけどね、しょうがないでしょ。ここの隙間ちゃんとひまわり入ってるよね。不安になるんだけど。あ、ちょうど終わった、ちょうど終わりましたね。はい、こっちもねちょっと微妙に残ってるところを排除して次行きましょう。はい、じゃあこっちねお願いしましょうね。はい、お願いします。はい、こっちもね行きましょうね。はい、じゃあこっちもひまわり行きましょう。この工作する手間を考えるとね、やっぱりね耕し機能付きはね1台欲しくなりますよね、プランターでも。はい、お願いします。プランターででも耕し機能付きって結構高いんだよな、確か。ここら辺だとほら耕し機能ついてないでしょ。あ、これは耕し機能一応ついてんのか。うん、ここら辺もついてそうですね。ついてるように見えねえんだけど、ついてんのかよって話ですよね。これも、あ、これは一応ついてるか。あんまりないね、プランターの耕し機能は。こっちもね、もうそろそろ終わりますね。さすがにね、やっぱりバニラのやつだけあって動きはね安定してますよね。で、冬場に向けてね、というか秋に向けてはやっぱりね、またプランターをねじゃなくて収穫機をねもう一台ね増やしていきたいなと思ってるんですよ。理由としてはあっちにほら新しく拡張するとか言ったじゃん、南にも拡張するとか。もうちょっとね収穫機のね底力を上げとこうってやつですよ。ロッセリマッシュ去年2台買ったじゃねえかって話かもしんねえけど、まああれプラスアルファねってことですよ。はい、フィニッシュワーク終了ですね。はい、じゃあ次はねこっち待ちましょうね。種は431リットルもあれば足りるでしょ。はい、待ちましょうね、こっち溜まるの。そういえば最近長らく見てなかったけど、お、ここ環境スコア100になってますね。だいたい軒並みねうまくいってますね。とりあえずここは耕作が一番低いけど、まあ大丈夫でしょう。だからね現在の俺の畑のトータルスコアも99になってるのか。一応なんかポイントポイントね植わってねえんじゃねえのかって心配になるようなポイントはありますよね。まあ信じましょう。はい、こっちもね工作はもう終わりですね。はい、最後のね美味しいところはね俺が持ってきましょう。はい、終了です。どこがフィニッシュワークになったんだ。ヘルパー作業もう俺ここ以外使ってねえのに。ああ、
この工作か。はい、なんかすごいコーナーの残り方してるよね。ここだけちょっと潰しときますか。なんかやだよね。はい、フィニッシュ。とりあえずこっちで保管するか。あんまりやめた方がいいんだな。そういえば思い出したけど、複数台入れるとね、環境スコア下がるんですよね、工作とかが。やめましょうやめましょう。こっちそういえばスタートさせてなかったね。はい、お願いします。ちょうど終わりましたね。やっぱ基本的にプランター系の作物は種をそこまで使わないんですね。だいぶ余ってるもんね。こうなってくると作付けコスト自体はこっち系のが少ないんでしょうね、種をあんまり使わないって考えると。とりあえずね、こっちの工作作業も終了ですね。とりあえずこれで今回予定していた畑のね、耕しは終了ですね。片付けちゃいましょう。あとは作付けだけ。あ、やっぱりこっちのニューポランドのがね、一回り大きいですね。馬力もね、300オーバーの馬力あるんでね。あのでもね、あの海外の動画見てると思うけど、このゲームでも登場するようなあの巨大な一番でかい類のトラクターあるじゃん。あれなんかもう化け物だよ、化け物。映像で見るとゲーム上じゃそこまでの感覚ないけど、あのリアル環境だとね、とてつもなくでかいです、あれ。あんなのに多分日本で見ることないんだろうな。あの500オーバーとかのね、あのトラクターとかですよ、あのフェントとかの。だって大型トラックより大きいんですよ。びっくりですよね、あれ本当に。あ、ウエイトも一応、あ、洗ってあるか。はい、こっちのねディスクハローも洗っちゃいましょう。じゃあこれね、片付けるんですけどね。じゃあもう早速ね、いらないやつをね、どん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 本当に仕分けていきましょうか。前はね、やらなかった行為ですよね。できる限り物は売らねえなんつって、売ると資産が目減りするからなんて言ってたけど、とりあえずね、さつまいもは残しとくか。ここをね、売ってきましょうね。クボタのパワーハローとハシュキ。もう多分ね、使わないですよね。パワーハローもね、でかいやつあるし、ハシュキもね、でかいやつあるんで、今さら3メートルをね、使うことはないと思うんで、とりあえず売却です。まあ、売ったところでね、二足三文だからねっていうところですけど、ニューホランドね、ここに入れときましょうか。で、代わりにね、ちょっとクボタをね、別のとこ持ってきましょう。ニューホランドはね、ニューホランドで並べとくみたいなね。で、収穫機ね、とりあえずもうこのレトロは使わないときましょう。だから俺もね、売却。二足三文だけどね、本当に。2万ユーロですよ、2万ユーロ。これもね、カッターが9000ユーロ。で、本体もね、9000ユーロ。はい、これもね、こっちのディスクハローの隣に置いときますか。とりあえずね、開いたんでね、ここに入れときましょうね。はい、ライトフルにつけるとね、こんなについてんのかよっつうぐらいついてますよね、ライトが。夜間作業されたらいい迷惑でしょうね、あんなのに。ちなみにこっちだとなんかほら、そこまでライトが多くない感ですよね、うん。こっちもね、終了ですね。これはもう戻しちゃいましょうね。あ、いいか、これでやっちゃうか。もうこれでここやっちゃいましょう。
はい、じゃあお願いします。大してね汚れてないけどね、一応割っときましょうね。これね、一応ほらヘッドライトついてんですよね、この前面を潰すから。で代わりにね、こっちの方はほらバックランプがつくと、ほらちゃんとヘッドライトつくんですよね。はい、まあいいや、とりあえず片付けましょう、片付けましょう。とりあえず奥にねこれを置いといて、この手前にねこれを置いときましょうね。あくまでもセットで使うんで、あ、寄せればミニシル置けないこともねえか。まあいっか。いやほら、ここまで大きさ違うけどさ、このゲームのカテゴリーで言うと、これが小でこれが大。日本的な感じで言うと、これも十分ね、限りなく大に近いとは思うんですけどね。ただその基準ってあくまでもね、俺が思ってる基準だからね。もうちょっと北海道の農家さんからしたらね、まあこんぐらいなんか普通だよ、普通っていう感じかもしんないしね。結構北海道もね、でかいトラクターとかねいっぱいあるみたいですもんね。はい、ってことでね、とりあえずねこっちではまだ作業してますけど、今回はね以上にしときたいと思います。次回は6月ってことで、キャノーラの収穫とね大豆の売却とって感じだと思います。はい、それでは今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。